Hey buddy、 ほら止まる方に止まれて文字語通り飛び越え飛びの第一日産のビートで飛び立つ飛行機プレイヤーで通るタイミング、映画みたいなランチ、太陽のど真ん中ふわりなんだか雲止まったランチみたいな大屈に打つ空気、誰かが立ち出る時に耳ばかり気にしてる日々に聞きえず、まだベイレイヤで待てないのは明日のせいです。カンカンに照った空にはキンキンなロックがいいな、やりたいことだけやる、そんな一日もいいじゃん、真面目はちょっと置いといて、でも決まったら